こんにちは。株式会社、李上位の菅と申します。本日は中央大学 AI データサイエンスセンターオンラインレクチャーベータ社会の未来ということで、私からお話をさせていただきます。自己紹介させていただきます。菅由紀子と申します。今、株式会社李上位という、データサイエンスと AI の会社を自分で経営しています。生まれは広島県の大崎上島という離島の生まれです。そこから大学の時に進学するのに東京にやってまいりまして、中央大学経済学部経済学科で勉強をしていました。社会人になってからはサイバーエージェントという会社に勤めまして、私が勤めていた時はアメーバブログとか、そういうメディアをやっている会社だったんですけれども、今はアベマ TV というテレビ局みたいな会社になっているなというふうに思います。そこで、データを取って、お客さんの、広告施策の立案に役立てるという部門に、所属をしていたんですけれども、その時に初めてデータの仕事に携わりまして、あ、この世界はとても面白いなと感じて、アルベルトというビッグデータの解析、レコメンドエンジンの開発を行っている専門会社にほぼ創業のタイミングで転職をしました。そこで10年ほど分析者としてキャリアを積んで、その後2016年に自分自身で会社をやってみたいなと思って起業して作ったのが今のリジョイという会社です。今、会社を経営する傍らでデータサイエンス協会の正議員というのも務めています。それから関西学院大学のビジネススクールでも統計学やデータサイエンスを教えています。私の会社の紹介を少しさせてください。株式会社李上位という名前です。2016年9月に創業しまして約4年経ちました。社名は哲学者の菅と先生が、人間の心というのは知性と感情と意志でのバランスでできていますよという話をされていて、私その説がとても好きで、そこから着想を得まして、理性、論理、理想、それから数理の理ですね、分析の会社なので、そういった意味を込めた、李上位という、社名をつけています。でミッションとしては全ての人の自己実現を支援するというミッションを持っています。ビジョンとしてはデータサイエンスを駆使して人に関する世の中の課題をきめ細やかな視点を持って解決するということに取り組んでいます。今ですね、2020年、8月時点では全員所属している社員が女性という会社です。とてもね、楽しいイベントの多い会社でした。今はちょっとね、集まれませんけれども、週に1回は、社員全員で集まって、いろんな勉強会交流を、するということを取り組んでいます。会社で何を事業として行っているかというと、4つあります。学習のプラットフォームというのを運営していまして、これ後ほど紹介します。1つがですね、 AI の導入や構築をしたいという企業様のお手伝いをするという仕事です。今たくさんのデータを持っていて、そのデータを活用したいとか、それからAI を導入してビジネスの、もっとスピーディーに進めていきたいとか、ビジネス上の課題を解決されたいという企業様がとても多くて、その企業様に、どんな、データがあってどう活かせるのかということを考える、ところのお手伝いというのがこの AI 導入構築コンサルティングというお仕事です。次にデータ分析の、事業なんですが、これは企業さんの中にある課題を、データを解析することによって、課題解決のお手伝いをする、という事業です。多い、ケースとしては、需要を予測するとか、お客様がどんな方たちなのかを分析をする、といったようなプロジェクトが多いです。それから今とてもお問い合わせが多いのがデータサイエンティストの育成です。今データや AI が分かる人材というのは本当に多く社会から求められていますけれども、今何から学んだらいいか分からないとかですね、学んでみたんだけれども全体像がつかめないという方とても多いと思います。
そういった方たち向け、特に初学者と言われる方たちですね、エントリー層とか初学者と言われる方たち向けに、とても実務的なビジネスで本当に必要なスキルが学んでいただけるような講座というのをご提供しています。この4つの事業を今展開しているんですけれども、ここ数ヶ月力を入れて開発したサービスが、この学習プラットフォームのマホロバというサービスです。こちらはですね、本当たった2ヶ月ほど前、6月22日にリリースしたサービスなんですけれども、今、いろんな方たちが家から出られなくて、特に、お子さんたちは学びの機会を失ってしまっているという社会課題があります。学校に行くことができなくて、塾にも行くことができなくて、でも、ね、その分たくさん学校から宿題が出るわけですけれども、そこをね、宿題をするのに、仮想空間に、仮想空間上のクラスに入学してもらって、そこでですね、お友達と一緒に頑張るという空間の提供というのを始めています。でここもですね、私たちデータサイエンティストの会社ですから、データを取得してどうやったらお子さんたちが効率よく学習してもらえるかということを、これからデータを解析してチャレンジしていきたいなと思っています。なんか他の人と一緒に勉強するって約束してると、子供たちも時間になったらクラスに来ますし、それから今日は僕これ頑張りますって宣言すると本当に頑張ります。時間がね、短縮されて早めにできましたってお子さんたくさんおられます。こういった仕事をしていまして、これからの社会についてちょっとお話をしてみたいと思いますけれども、で今社会が、どのような位置にあるのかというのを考えてみますと、データを駆使してデータに基づいて意思決定すること、それから AI や人工知能、もうこれかなり普及してきたなという時代にあると思っています。さまざまな分野で、そのデータにしても AI にしても活用が当然の時代に入っていると。ではどういう社会になるかというと、AI を使って、データに基づいて意思決定をして、どんな価値を社会にもたらすのか、それがこれからの社会ではないかなと思っていますし、誰しもが使う時代になった場の時代では、使いこなす人とそうでない人の二極化がすでに起き始めています。ではそういったデータに基づいた意思決定ができる、それから AI や人工知能的な仕組みを使いこなすことができる人材として生きていくにはどうしたらいいかということを考えていく必要があると思います。そこでこれからの社会に求められる人材像がどのようなものかというのを考えてみたいと思うんですが、これは一つヒントになるかなと思うのはデータサイエンティストという職業です。ではデータサイエンティストとはどのような人かというと、これはデータサイエンティスト協会で定めている定義ですけれども、データサイエンス力、データエンジニアリング力をベースにデータから価値を創出しビジネス課題に答えを出すプロフェッショナル、これがデータサイエンティストとしての位置づけです。ではそのデータサイエンス力、データエンジニアリング力で、というのが何かというのをちょっと定義してみたいと思うんですが、私たちデータサイエンス協会のメンバーではこの3つのスキルセットが必要だねという話をして、3つのスキルセットが必要と定めています。まずビジネス力なんですが、これは課題を、背景を理解して課題を整理してロジカルに解決する力です。もう1つ左下にデータサイエンス力とありますけれども、情報処理技術だったり人工知能、統計学などの、スキルを使って問題を解くという力です。よくですね、ここだけを切り取ってデータサイエンティストというふうに言っておられる方も、いらっしゃるんですけれども、決してそうではなくて、ビジネス力、
の中にある課題解決の力、まあ、課題をきちんと論理的に定めて解決する力というのと、きちんと一緒に使っていくということが大切です。それから右下のデータエンジニアリング力ですが、これがですね、いわゆるプログラミングがデータを処理する力に近いんですけれども、データサイエンスを意味ある力にして、意味ある形にして使えるようにして、実装したり運用したりできるようにする力です。で、この3つのバランスですよというふうにデータサイエンス協会では位置づけをしていまして、まあ、どれが欠けてもならないんですが、全部ある方というのはもちろん稀ですし、それぞれのレベルも、今データサイエンス協会では3段階に定めていますけれども、どれか2つはカバーしましょうねというふうにお勧めをしています。何か2つカバーできると、とても他の力も、もう1つの力も、補完しやすく、なるためです。では、自分はどうかという話を少し、振り返ってみると、学生時代はデータサイエンスの本当に薄い目の基礎的な力を何とか身につけていたかなというところですね。経済学部出身ですので、当然、経済学に関する数学というのは学びましたけれども、本当に数理的な、本質的な勉強をしたかというと、果たしてどうだろうかと思いますし、卒業論文のゼミは、全く関係ないゼミに、所属をしていました。で、まあ、就職してからは、この世界が面白いなと思って、また変量解析の基本から入り、その後転職したアルベルトでは、まあ、ビッグデータの、時代にまさに、ビッグデータの波に飲まれそうになっていたというぐらい、本当にデータはたくさん眺めましたけれども、たくさんの経験をしてですね、でその頃に、まあ、ようやくまあビジネスの基本ですとか、論理的な思考方法だったり、プログラミングも SQL と R の、基礎というのを、身につけることができました。その後独立してですね、しばらくは一人でやっていましたので、エンジニアリングスキルを向上させざるを得ず、少しそこのスキルが向上したというのが、ありました。この3つのバランス で言うと、私は、ビジネスとデータサイエンスが、比較的強めのスキルセットを持っています。さらに、ね、これから求められる人材像というところで、この今とても情報が溢れている社会にあってですね、私がとても大事だと思う、2つ、ご紹介したいと思うんですけれども、まず1つがエビデンスで語るということです。エビデンスがないのに、噂だったり根拠のない事実で、語ってしまう方の、まあ、いかに多いことかというのは、今皆さんいろいろな報道をご覧になって感じておられるのではないかと思います。それからそのエビデンスが何なのか、そのデータは正しいのかというので、もちろんこれデータサイエンティストにとって本当に必要な能力だと思いますが、データを読み解く力というのはとても求められると思っています。で、特にこのデータを読み解く力の中で、ここに書いてありますようなことに、一番今、世の中が接しているというのか、接している課題というのが、まあ、適切に統計処理されたデータなのか、ということだと思います。何か世の中の情報に接するときに、特に適切に統計処理されているデータなのかどうかというのを気にするだけでも、この情報に惑わされず、意思決定をしていくことというのができると思っています。それからですね、今、データは本当にたくさん取得することができます。今 5G の時代にあって、そしてこのね、身の回りで取る IoT デバイスというのもとても発達していて、私たちの、身の回りに手に入るデータというのは、よりリアルタイムに、そして細かい単位で、大量のデータが手に入るようになっています。で、そうしてデータがたくさん手に入るようになって、AI もいろんな方が当たり前に使えるような時代になってきた時に、この時代にですね、私たちが絶対に気にかけなければいけないものというのが倫理的な面だと思っています。AI にこういったデータを渡しますよ、
このデータにはこちらが正解ですよ、こちらが不正解ですよというふうに教えてあげるのは人間です。その人間に倫理的なものというのが備わっていないと、とても不幸なことが起きてしまいかねません。そこでその時にですね、特にデータサイエンスを学ぶ方に意識していただきたいなと思うのが、このデータバイアスというのとアルゴリズムバイアスの2つです。きちんとデータサイエンス的な処理を行うときに、データに偏りがあるかないかということを意識できるかということ、それから AI に投入したデータに、そもそもの偏りがアルゴリズムにあるのか、アルゴリズムバイアスが生じるような、訓練データを投入していないかということは、データサイエンティストにとって本当に大切な倫理になってくると思います。はい。その倫理という面では、今語られているもの、例えば人種差別だったりとか、それから、これからはちょっと国同士の分断とか、地域同士の分断とか起きるかもしれません。で、その中にもあってですね、とても大事だというふうに語られているのがジェンダーの、バイアスです。私も今、このデータサイエンス領域における女性活躍の、ウーマンインデータサイエンスという取り組みに、私も参画していますけれども、この領域もとても興味深い、ものがありますので、興味のある方はぜひ、ウーマンインデータサイエンスを検索してみてください。それでは最後にですね、データサイエンスのスキルをじゃあどうやったら学べるのか、ということを私なりのものをちょっとご紹介したいと思うんですが、今とてもたくさんのセミナーや講座、オンライン上の、動画、ございますので、そういったものをたくさん探していただくといいと思うんですが、大切なポイントとして、スキルのレベルに合っているものというのをぜひ探してみてください。じゃあスキルはどうやって把握するのかと、自分のスキルレベルをどうやって把握するのかということを疑問に思われるかもしれませんが、データサイエンス協会のスキルチェックテストというのがありますので、これをぜひ検索してみてください。それから学生さんにとっては実務的な課題を解くという機会がなかなかないと思いますので、そういった方たちにお勧めしたいのが企業さんでのインターンです。これはですね、大学の中で実習 PBL という実習のプログラムをお持ちの大学もたくさんあると思いますけれども、ぜひご自身でも企業のインターンがあるかどうかというね、何か興味のある企業さんがあったらインターンをやっているかどうか、ぜひ探してみていただきたいなと思います。で、どうしてこういう取り組みがいいかというとですね、同じ志を持つ仲間ができやすいですね。で、この同じ志を持つ仲間を作るという点では、データ解析コンペに仲間を誘って参加するですとか、カグルという機械学習の実務課題がたくさん置いてあるコミュニティもありますので、こういったものに参加してみるというのもとても有用です。あとデータサイエンス協会の、発信している情報というのもぜひ見ていただきたいなと思うんですが、最近、データサイエンス100本ノックという、内部では、前処理といって、料理で言うと、野菜の皮を剥くみたいな処理を、ひたすらやるという課題がたくさんある。要は、修行をする、ね、素材というのが公開されてますので、そちらもぜひ、見てみてください。データサイエンティストにとって必要なスキルセット、3つのカテゴリーがありますというので、ビジネスとデータサイエンスとデータエンジニアリング力というお話をしたんですけれども、一つ一つのスキルというのは、もちろんプログラミングだったり統計学、機械学習、それからロジカルシンキングといったものがあるんですけれども、特に問われるなと思っているスキルというのが、ありまして、一番のベースは論理思考だと思っています。で、論理思考があるというのはどういうことかというと、適切な言語化ができるということです。私たちの手元には何かが起きてデータになって手元に行ってくるわけなんですけれども、今度はデータから価値を何か見出す、それを見出したら相手誰かに伝えるということが必要になってくるんですけれども、その時に誤解されないように話す
誤解されないように資料に、書く、言葉にする、とても大事な力だと思っています。それから、まあ、ビジネスの力に相当するかもしれませんけれども、相手の言ってることを正しく理解するために聞くというのがとても重要になってきます。数式だったりとか、プログラミングばかり、学んでいると、どうしてもここが落ちてしまいがちです。適切な言語化力というので、論理思考を鍛えていくという必要があるんですけれども、じゃあそこをどう鍛えるかというのはもうひたすら読むということだと思いますが、読むというのは、たくさん本を読むということです。で、こういう考え方があるんだとか、こういう発想もしてみようかなというふうに、思考をしていく、この何かデータから価値を見出して発想していく、ということを行っていくには、たくさん本を読むのがおすすめです。何でもいいです。漫画でもいいですし、恋愛小説でももちろんいいです。私も学生時代たくさん本を読んでいまして、中央大学の多摩キャンパスの図書館にいつもいるような学生生活送ってたんですが、その時眺めていたのは大抵画集でした。大きな画集がですね、図書館にあって。で、今も、絵を見ると、あ、なるほど、こういうなんかね、配置がね、あるなとか、構造があるなっていうことに気づかされたりとか、気持ちの切り替えにもなりますし、あと、歴史小説だったりとか、推理小説なんかは、ロジックってこうやって組み立てるんだとか、歴史ってね、繰り返すとよく言われますので、何かヒントになることが得られるということもあると思いますし、まあ、とにかく考える体力というのを鍛えるのに、本を読むということはとてもおすすめです。ご清聴ありがとうございます。